っちゃ。こんにちは。はい。まあ西のモノマネもできて、はい、まあ本職というか、はい、坂本勇人の真似をするというね。はい。で、完璧？いや、もう僕は坂本さんのプレイしてる映像、うん、映像を見て、まあ映像通りにはしてるつもりですし、まあ松井さんが後ろ重心にしろみたいな、坂本さんに、まあ筒香さんもそうですけど、うん、後ろ重心の方がいいよみたいなことを言って、うん、僕も後ろ重心は気をつけてるんですけど、うん、でも実際その、まあ、映像だけなんで完璧ではないかもしれないですよ、やっぱり。おー、そこをちょっとどこら辺が気になる、自分で。なんか スタンスとか。あ、ちょっと見てみようかな。やっぱスイングも真似はしてるんですけど、やっぱり多分プロの方がスイング綺麗だと思うんですよ。いやー、でもさ、モノマネのさ、はい、歌の人って、はい、完全コピーみたいな感じだよね。本当上手いだね。まあ、なんか本人より上手いみたいな。そう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 。ことはありますよね。そうなんか本人よりあるんじゃないか。だからちゃんとやってんじゃないの。僕の場合本人より打てるっていうのは絶対ないですか。まあ、そりゃそうだ。お前本人より上だったら、本人と変わった方がええよ。それたまに休みたい時変わってやれよ。まあよく三振してる映像とか出ると、今の坂友だみたいな、ツイッターでなんか流されてますけど。いいね、はい。じゃあちょっと見てみようかね、はい、あのスイングをね。スイングを、はい、ぜひお願いします。手袋つけるところから。手袋つけるところから。はい、まずなんか、もうちょっと飯食った方がいいやな。あ、すいません。ガリガリやないかい。そこどうしようもない。どうしようもないね。でも彼も細身だけどね。あ、そうですね。野球選手でしたら、はい。もうちょっとね、口角が下がってる時あるんだよ。手袋するとき、渋い感じで。いつもやる気ない。やる気ない方が、やる気のある時の坂本はどうなの？やる気のある時は、まあ基本でも打席入る前はやる気いつもないですけど、ないよ、ないね、まあ、心にもやる気あるでしょうけど、でもバットこう挟んでる感じはすごくいいよ。あ、そう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 。で、ここでこの辺はここが本人とどう違いますか。もうちょっとスタンス広げる。そうで、もう少しこっちに乗って、ここにね、ひねりがあるんだ。ひねりですか。うん、体重を乗せるっていうのはさ、まあ俺左でやるけど、はい、ここにこうやって乗せるんだよ、こっちに。そう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 。で、膝がもうちょっとここに内側に折れ込んでる。こういう感じ。そう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 。でも肩はあんまり入れない。だから難しいんだよ。いや、全体的な雰囲気は似てるけど、細かいこと言えば、はい、めちゃめちゃ窮屈です。窮、お前楽して打てねえぞお前。ここに、はい、ここにこうやって乗せる感じなんだよ。ここに、ここに乗せる感じ、体重。今までここに乗せてましたね。外だったら打てないよお前。こういう感じだったんですけど。違う違う、野球って中体重だから。ここに乗せるんですか。そうそうそう。でここに乗せといて、こっち、これをまっすぐ向ける。だから難しいんだよこれ。お前、あれだぞ、お前言っとくけど、はい、物前ボロロになるぞ。いいか。で、ここの膝がこうやって普通じゃなくて、こっちにこう入ってるんだよ、ちょっと。そう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 。こっちはこっちですか。うん、そっちはね、ここの、ここに壁があるんだよ。こっから絶対行かないようにして。開かないように。そうそう、だからここの体重を置いといて、それで足が上がってくる。じゃあここに一番力が。そう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 。おお、いいね。完璧ですか。うん。これで。で、もうそこが違う。何ですか。こっちに倒れたらもう全く前に出ていけないから、ここは動かないで、もう正確に言うとよ、はい、こうやって足が上がってくる。だからこっちにあんまりこうならないで、あ、こっちにこうやって上がってる。いつでも出れるように。ここに入れて、うん、
おお、まあまあ真上ですか。だから この足半分になったら、はい、こっち側に体重がないとダメだ。外にこう逃げたらダメ。あ、こっち側ですか。そうだよ。え、お、そう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 、まあそんな感じ、そんな感じ。そうそうそう、なんかこう、まあ、ピッチャーにこうだらっとして、ね、そうそう、だらっとしてな。で、こう、そう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 、内回りは、まあ、ボールによって違いますからね。ボールによって違う、こうなったり、うん、そう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 。まあ、早田の場合は、はい、後ろの方が綺麗だよね。あ、できるだけ体をの、できるだけこう、中心で、中心で、うん、その方が似てると思う。前に突っ込むことも彼の特徴だけど、はい、前でさばいていくって、ちょっと前のさばき方って。こうして前でさばくと三振みたいな。なんでだよ、やってよ。なんでわざわざお前三振になっちゃうって。なんでそういうイメージだろう。そういうのダメなんだよ。ちゃんと打たないと彼は打つんだから。あ、でもよく外角の球とかも引っ張ったりしますもんね。ああ、そうだよ。基本彼は引っ張るバッターだから、引っ張りのバッターだから。そう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 、難しいっすよね。前のさばきっていうのは、うん、やっぱりインコースですかね。前のさばきっていうのは、いや、インサイド問わず、はい、こ前足の膝の送りなのよ、センター方向に。ああ。分かる？いや。うん、そっから、はい、こう行かないで、はい、こうセンターの方向に行くんだよ。こう行ってこうってことですか？そう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 。だから拾えるんだよ。難しいっすね。いや、お前簡単じゃないって。だから。いや、でも、モノマネは今、ボロボロになってるよ、はい。あ、そうですね。いや、でも僕、大丈夫か。お前、今度モノマネじゃ、全然お前似てねえぞって言われない。めちゃくちゃ気にして。大丈夫？打席入るときにめっちゃ気にしてる。いや、あれ？なんか違う。いや、もうね、彼に会って、聞いてみ、はい、ここに体重乗せるんですかって、はい、ひねりを入れるんですかって言ったら、絶対入れるっていう。すごい勉強になります。まあこれは専門的だけどね、はい、モノマネとは関係ないけど、でもそこまで似せようとするんだったら、はい、そこもやんないとですよね。そう、おう、そう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 、まあ、でももうちょっと足開かないと、はい、でこれがもう少しこう開いてていいよ、つま先が。こっちですか。そう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 、こうしたらこれが折れやすいから。そう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 、そうやって直線ですかね。まあ、直線でもいいけど、ちょっとまっすぐじゃないんじゃないかな、ちょっとオープンじゃないかな、あいつは。そのぐらいで、こう前足がこうまっすぐ構えないで、少しこうやってこうなってるという。そう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 。ほんで、チンチンどっちより？今右ですね。右より、はい、正解、OK。 本当ですか。だってチンチン左だったら突っ込んでいっちゃう、重みで。お前そこをボケてるんだから、突っ込めよお前。いや、よく言うんだよ野球で、お前突っ込みすぎだから、お前どっち寄りになってんだみたいな。そういや、あるんだよ。いや、普段左向きだったんですけど。左向いてたらお前突っ込んでくれないんだよ。いや、だから右向けとけ、右に置いとけって。そんな意識でできるもんじゃないでしょ。まあ座りがあるじゃん、はい、ね。おお、いいね、いいね。そう、ここのシワ見てみ、今度ビデオで。ああ、ほら、必ずここにシワが寄ってるから、乗せなかったらシワになんないでしょ。乗せてみ。そうそう、絶対そうなってる。ああ、では今度モノマネするときに、ここの膝、ここが大事なんですよ。はい、ちょっとアピールしとく。うん、今まではそう、こうでしょ、こうだったんですけど、ああ今こうなりました。そう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 、こういうシワになる。それでこう入りすぎないで、肩はまっすぐなる。下半身だけちょっとひねりをこっちに入れといて。そう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 、あ、そうか、
うん、こっち逃げない、こっち逃げない、逃げすぎないで、こういや、だからちょっとこうやって壁作っとくから、手ですごいここら辺、力入りますお前、キューッてるのが大変なんだよすごい下半身の力がいるよ、やばいっすね、ここを上げなきゃいけない、だからここの半分に、ここに体重乗ってるか、そうそうそう、ここに、そう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 、相当きついっすね、相当きついよいや、じゃないとこっち逃げて、はい、こっち逃げたらあって言った時にポンと出れる、あ、そうですね、出れないでしょ、はい、はい、ここら辺で我慢してるとあって言った時にポンと落として振ればいいでしょ、はい、そういうことを一球一球やってるんだよ、すごいですね、すごいでしょ、はい、だから例えばこうショップこうやって入れといて、はい、こうやって、うん、こういう感じ、まるでもう、はい、こういう感じでしょ、絶対こういかないから、こっち状態がこういかない、はい、だそこがやっぱ大事、モノマネでも正確にやるんだったら、またはい、わかりました、よし、もうあれだな、ボロボロになったな、モノマネがモノマネがモノマネがモノマネでなくなってきてるよ、お前これから坂友じゃなくてもうなんか野球の人生を歩むんでしょ、あれいやもう似てなくなったわ、あんま似て、そうそう、はい、残念ながらでも、まあ、修正されて打撃は多分向上したと思います、はい